よし、全然違うチャンス。あ、出た！エスの激気も侍だ！なに？ディーファイン気づかない？そう。素晴らしい、素晴らしいです、これ。やばい！おもろいわ、つい、それなんか。まあ、見れました。あはって言う前に、ちょっとだけ考えればわかんのよ、それ。やばいかも。そう、なん、どこまでが、あーが、うわあれ、俺、ポケトリ死んだ？ポケトリいるよ。生きてんだっけ？生きてる。あれ、違う。まあ別にそれ間違ってない。俺、ポケトリなんか負けた気するんだけど。俺、S に負けなかった、ポケトリ。あ、ごめん、トリンで自滅したのか、ごめん。ごめん、トリンで自滅したのか、ごめん。ごめん、トリンで自滅したのか、ごめん。ごめん、読めろよ。いや、違う、忘れちゃう。いや、違う、ごめん、なんか。すっかり、一生懸命考えて思い出せないぐらい忘れてたのに。お前、トリンダーじゃないんだよ。これは許せないかも。お前、俺だったよ、一試合。いや、やっぱり、結構さ、みんなわかんなかったじゃん、俺の。いや、だから、俺の記録正しかったし、なん、やらないでよ、そんな必要のないこと。それ絶対勝つかんな、今回。S さっきゴールしたら13番だよ。ワンチャン10ぐらいあるな、じゃないね。まあ、2遊ばれてます。やばいよ。やばい！誤差もでかいぞ、これ。これ100%とかもありえると思う。ひえひえありえた。よし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 。いや、バクね、それ。え、ちょっと待って、2ってことはもう0か50か。あ、一回見るわ。あ、でも違うね。37人来て、何回遊んだかは分かんないわ。37人。まだ大丈夫大丈夫。収束する、ちゃんと、割と。2人が何回遊んだ。いや、2人では割とは収束しない。収束しない。いや、2人では割とは収束しない。そ、変にうがった見方してももったいないですよ。収束してなかったら納得はいかないけど変なうがった見方とか言われてもこれでものすごいパーセント。まあでは9かな。じゃあ9。あ、でもいいよ。3回ぐらいは全然死ぬ場所だったから9ですね。9です。9パーで、はい、いきます。オープン。14パー。5ダメ。5ダメ。やばい。マーカー打ったか。じゃあいっか。俺もオッケー。おっぱい。おっぱいですかこれ。おっぱい。おっぱいですかこれ。くしゃは引っかかる。くしゃはまたもうやめなってそれ S。 もうびっくりだってそれは。スクリーンオンカード。ナイスイングリッシュ。あ、オッケーオッケー。アイゲッティドワン。I get it one. I get it one. Get it one. I got it one. Okay. Get it one. It's no, 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 no. Very, very no. Get it one. Junior high school. Yeah, no. Elementary school. でもルイさん、ごめんなさい。僕間違ってました。本当に。さっきはちょっと生意気食っちゃってすいません。あれ生意気したんすか。生意気した、正直。あー、でもそんなこれ一生意気で取り返す方法あんのこれ。で、再発さんがちょっと生意気言ったのを新加さんはいや、これ挽回することあるみたいなこと言ったんですよね。あれはね、あー言ってた、それは。今それ思い出しちゃった。いや、あれは企画考えてくれたじゃないですか、再発さんが。その部分ってルール的にどうなのかなっていうところも含めて、疑問の内閣というか、まあ、今後そのルールを考えていく上での改善にもつながっていくのかなっていう。バカにした今俺の企画は。ちょっとルール改善改善とか改善っていうのは今の段階では改善点が必要。向上向上あ向上え
ンスです。しゃーやばいな、やばい、早すぎないか。しゃー怖い怖い怖い。いや、ちょっと怖いから意味が分からなかったよ。しゃなんでなるかわかんないけど、やっぱ家族になんかいろいろ思われたら嫌だなっていうのはあるな、リアルに。こいつボケてるけど処理しきれねえって思われんの。俺の息子とか娘にさ、処理しきれねえとかきつくない？どう処理していいかわかんないじゃん、俺がボケたら。だボケが自分はいいんだよね。処理を押し付けるの。そうなのよ。殺す、まあ、殺すと言うんだけど、でも普通処理もむずいじゃん。処理とかキャリー処理もらなきゃいけないからね、それキャリー処理もらなきゃいけない。やめろ、ごめんなさい、ごめんなさい。腸内環境が出ちゃってる。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、ちょっとやめてよ。キャリーとか。やめてよ、頼むよ。たまにいるからな、重浪して東大目指してますみたいな。本田祐介。え？そうなん？欲しいか、欲しいか、欲しいか。あ、めっちゃうるさいっすよ。めちゃくちゃだった。その人か、本田は。じゃあゴールした時にいただいていいですか。いや楽しいよ、だってゴールした時が。え、今聞いた？いや、あんま聞いてなかった。でもそれでに関してはすごかったっすよ。でもなんかそれで絶対嬉しくてんだけど。俺行くしちゃった。いやー、最後先生は勝ち。3連敗、3連敗。はい、おいおいおい、普通では誇りでないけど、3連敗。あ、してないでしょ。で、今2連敗リーチ。あれ、俺これからの3連敗を言うのかと思った。やばい、1ミリも笑ってなかった瞬間、まだしてないでしょって真顔で言われて、綱渡りでしたね、はっきり言って。今の感じ、思いついてないけど、強引にゴールしました。よし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 。あ、こいつゲージ、多くね？あ、ほんとだ、16ゲージが、イタドリより全然多いわ。イタドリマックス4だったのに。確実だからね、僕は。確実だからね、僕は。ああ、死なないね。ああ、死なないね。ヒットでコンボからの落ちろ。おお、ねじれた、ねじれた。おお、いけるじゃん。落ちろ。うわ、素晴らしい。やったー、嬉しい嬉しい。盛り上がれ、コメント書け。ナイスナイスナイス、自信持っていこう。普通に簡単だから。ストップでしょ、今度。あ、ストップでしょ、ああ、それごめん、もう普通に写す価値がちゃんとないわ。そのちゃんとないノーマルなし。今じゃモザイクで S の声だけ変にしてください。マジか。今日の眉毛に関しては冬棒キノコだと様々な床今日の眉毛に関しては冬棒キノコだと様々な今日のマリメに感謝、クユボキノコだと様々な床。素晴らしい。これはやっぱ 9.43 簡単すぎたのか、申し訳ないと言ったところ。あ、出た。出た、ミスターバック。そしたらミスターバックの年になるの。
ちはその今までほぼ4年間やってないで急にこの試合2回やんだよってそのミスターバックの年になっちゃうからそれ見えてないんだよ DB は弱いでしょすまん即死コンボあるよ2回ですよなんと待ってくれなんだ8 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 8
よし、いやぴったりハマりました。我々の作戦が、いいね、弱すまでデュッ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 あのねサイクロンに巻き込まれたらもうたこ焼きトルネード、まあ、合計8位です。ギブです、ごめんなさい、ギブだマジで。ジェイギーセカンドジェイギーギーセンクセンクセンタセックスガーギーギー、ダミが来たぞ、家持ったせー、家持ってんねー、シャーイーナビ乗ってんねー、イエーイ、イーナビ乗ってたわ、よく考えたら。お前そこはっきりさせてから言ってんよ、お前何やばいと思って、やどてらどてらしたやどてらどてらしたそのアイスの話をしてるんですよ俺は。そこかそこか、あぶねえ、クソ遅れたと思いながら言ってしょ、いろいろあって言えなかった、言いづらいよなそれは、波乗ってないなんか進化さ、いやこれピールゴールとか言ってない、お前おいやだ、お前波乗りすぎだろそれ、それ嫌いよ、俺死んだけど言えなかったんだよ、それは死んでもしょうがないでしょ、なんかめっちゃ元気よくなんか言ってないと思って、いやごめん聞き間違えたらごめん、言ってないよ、なんて言ってたの、なんとかゴールは、もう分かんないっすよ、分かんないからワンチャンあるよ、まあ言ってたらまあ、いや俺は結構びっくりしちゃった久しぶりに、それ言ってたら脈絡のないゴールは怖い、そのまあもし言ってたら負けでお願いします、それはセッツガールアイスリングファイヤー、あごめん出すな、あごめん、あー燃やせ、この世の全てを燃やせおめえももらっていいのかなんか面白いことあったみたいなんでよかったです燃やせ燃やした、普通に自分のバカが考えない人のせいにメールされた、あーやばい今かなりメンタル来てるわ、進化燃やせそんなかっけえな、ゴーリガリあこれで死んだか、進化いやでかっけえよ、でもファイヤーを俺が取っちゃったんですよ、はいはいはい、進化さんの分を、そうで俺は普通にファイヤー出てんの取って、ああ進化に待ってって言おうとしたら、ああ自分の分を出しちゃって偶然取っちゃったんですよ、ね、でそれでファイヤーしかいけないギミックがあって俺が責任を取って 次ですか、ファイヤーをやりますって言って燃やせそこですか、あそこか、燃やせって言って燃やしたら、うん、燃やせ過去自分をでした、そんな台本ないでしょ、ないですよ、痛いですか、自分以外を燃やせってことだったら、すいません、こちらのミスです、進化じゃ S やって見て最後やられたの俺今生きてたよ君 40% で無理だろ、いやそれやばいって、そ政治とかじゃなくてやばいな、マジで言ってなかったら言わん、こんなこと味方に、うちだって出るよ俺だって、もう昨日の人狼の裁判の時にいいですねやるなっていうコメントで俺泣きそうなってんだからガキにいっぱい言われて、それは人狼ではやっちゃいけない、まあ、確かになって思いながら納得してるんじゃない、納得はするけど一応な、そのくらい悩んで、だったら今日俺の企画一生懸命考えないといけないなと思って、死ぬほど考えた企画相談のもと1個ボツにしましたし、それはもうあれ僕の実力不足ですから、僕も頑張らせてください、でも酒足りてないんちゃう、酒足りてない、いや酒ロング500残っている、あれ連れてこい連れてこい、頼むこれおにぎりじゃねえよ、お願いだからやろう、俺は変わった変わった、でも共にやれてよかったよマジで、あそこで熱い話するタイプ飲んだら結構します、はっきり言って痛いって言われます大体の人に、この前も酒飲んでポケモンナイトしてメンバーの視聴者
5時半まで説教しました俺。えぐつな。こいつポケモンユナイトやめました。いやえぐ。俺はもうポケモンユナイト俺もやめました。外役なんで俺が。えぐそれ。えぐつなやってること。今までで一番えぐいよ。ポケモンユナイトの説教は10分までだな。俺も1時間までよ説教は。あのルールでさえ。ユナイトで5はやりすぎだわ。怖い。ウェイじゃないですか。一応ね、やめたまえ。前はチェックで。まあまあごめんなさい。絶対に勝つ。いやこの道だー。結構ウェイでした。ごめんなさい。あごめんなさい。まあ、前でもいいですよね。わざわざ読み負けはやばいっすよ。問題同盟がちゃんと結成された今日は実力で分からした問題こと。正規ルートはいいんだよ多分。いや正規ルートに行ったのはソラメじゃないか。あごめんソラメだわ。本当に行ったのか。ソラメやめろ。ガチなソラメだわ。普通に落ちてきただけだから。聞いたことないからソラメじゃねえだろお前。目見てたな。目見てた。ソラメということはないか。いやソラメだごめん。やめろってお前そのソラメだやめて。そのソラシリーズが。ソラでもさソラ耳のさ目バージョンの言葉ってなんていうの。見間違いじゃない。さあどちらが球をうまくいやーあー一列使いはやめよう一列使いやめようそれだけはダメだよね一列使いはどっかで修正してサッカーしようキャビサッカーだよキャビサッカーだよサッカーだよ。トドロキ警戒した炎を来ました。リュウカのトドロキ俺普通のトドロキを超えた氷に打ち分けた炎の攻撃でした俺。ここで殺すのがポイント。取ろうとするからそこでまた殺すのがポイント。やばいマジでやばいこいつやばい強すぎるわ。リュウカ4連勝勝ったら4連勝だわ。でこれちょっと後ろにやって投げるのがポイントで上げるよ。やばいギブアップしたらこれはいつか食うってことでいいのか。撮影が終わってお腹を空かせて食うということになります。信じていただくしかないです俺は。まあでも俺この態度で食うわけないもんな。ぶっちゃけもう腹が減ったとは言っても食わないってバレてるかな視聴者に。今なるべく誠意を見せて食うしかねえわ。この態度で撮影終わってから食うことはないですか。やっぱはっきり言ってないです。だってそしたら今食いますから俺頑張って。いろんな大物 YouTuber がそうやってるじゃないですか。あいつは全員嘘です。あ全員嘘ですか。あいつは全員嘘で全員嘘ってなんだマジで。普通に残してどうするのまでしっかり言わないとダメです。うん、あごめんなさい。まさか捨てます。それ大丈夫なのかな。それ大丈夫なんだっけ。でもマジで頑張り食ったんだって。捨てはしないですよね。冗談はさておき捨てますって聞いたことない。YouTube で。すいません捨てます。やばいやごめんなさいマジで捨てます。で食わねえもん後で。いやよくないな全部。全然よくない。いやもう後で食うって言おう。あマジか。戦いだ。うまい避けるのが今だー。よーしゃダー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 。僕は負けるわけにはいかないんだ。ダーダー浮き場だ。いやーダー浮き場だ。いやーダー
こいつでかすぎもおぉあぁ今焦ったでしょあぁーって言ってなっちゃって焦ったでしょでも俺ももっと焦ってたんでバカすでかすぎもおぉ